次、台場だった本、台場だったが仏の過去世で、仏の師匠であった話をする、まあ、ですから台場だったというのは仏教の中では一番の大悪人の代表なんですけれども、この台場だったっていう方がいなければ仏様というのは過去世においては悟りを開くことができなかったんですよ。台場だったがいたからこそ仏様は悟れたんですよって話をすることによって、悪人ですね、悪人も成仏するチャンスがあるということを示しています。またこの台場だった本の中では龍女というね、人間ではない、蛇の王様の娘が出てくるんですけども、その、女であり獣である龍女の娘が6歳にして一瞬にして悟りを開くという話が出てくるんですけども、これも当時の、差別されていた女性であったり、人間以下のものも悟ること可能性がありますよ、そういうチャンスがありますよってことを示しているということで、全ての衆生を救うという思想を持っている法華経の中に台場だった本が後で追加されたというのは、非常にこう重い重要な意味があるのかなというふうに思います。で、次、漢字本13、聴衆たちはブッダと他方如来の前で、ブッダ入滅後の自教伝道を誓うということなんですけど、この漢字本というのは日蓮宗の中でも非常に重要なお経の一つなのでして、要本という、お経をまとめてここを重要だから読んでねっていうものすごい長いお経をまとめたお経本があるんですけど、その中にも漢字本というのは入ってくるんですけれども、この漢字本の中に書かれているのは法華経を広める人には必ず迫害に遭うと、杖で叩かれたり刀で切られたり、迫害に遭う差別に遭うということが書かれているんですね。ですからその強い意志を持って布教伝道しなければいけませんよっていうことも、逆説的には言われているんですけども、日蓮聖人が、島流しにあったりとか、暗殺されそうになったりとか、奇跡的に4回ほどこう死にそうな目に遭う中で、必ず生き残ってきたということの中で、自分がこの漢字本に書かれているその予言が自分の身に起こっているということで、非常にその感銘を受けられるんですね。このお経もなんて不思議なんだろう、未来のことが書いてあると、自分の未来に起こることが書いてある、こんなお経はもうこれしかないということで、日蓮聖人はより信仰の気持ちを深くしていくんですね。ですからこの漢字本というのは非常にこう重要ですし、今の現代に生きる私たちもそういう、強い意志を持って布教活動しないといけませんよっていうことの、すごい気持ちを奮い立たせてくれるお経なのかなというふうに思います。で、安楽行本第14、ブッダは伝道を誓った聴衆たちに、悪世の中で伝道するために4つの心構えを示した、でこれが70ページですね。新安楽行、静かな場所に従し邪悪な場所に近づいてはならない、近づいてしまったら仏を念じ、すべては空であることを感ぜよ。2番目が、空安楽行、他人や経典の批判をしてはならない、質問には丁寧に答え、質問には微笑で応じ、因果の法則を解け。3番目が異安楽行、嫉妬心やおごり、へつらいや邪心を捨てて人と接せよ。4、誓願安楽行、教えを無視する者に対してはいつか自分が仏となってその人を救うと誓願せよということで、古代仏教の中で、日蓮聖人が生きてた時代がすでに、末法なんですね。世の末なので、今2000年を生きる私たちはもうずっと末法なんですね。ですからこの安楽行本の中で言われている悪世にあたります。人々は真実から真実でないものを真実だと思い込んで気が動転しちゃっていると。で、いいことと悪いことの区別をつかない人がたくさんいて、聖者であると
思い込ませてこようとするお坊さんまでいると、そういう世の中の中で、まあ、この四安楽行という、まあ心構えを持って布教活動していかなければいけませんよっていうことを示しているんですね。まあ何でしたっけ、菊池君が他人や経典の批判をしてはならないって日蓮宗にしてたじゃないかっていうことを言われてたんですけど、まあこれも多分おそらくですけど、日蓮宗の中では救済を持って、救済の心、慈悲の心を持って、この経典だと救われないから、あ、そっち行っちゃダメだよ、まあ、車にひかれそうになってる人にそこに行っちゃダメだよ、注意する、そういう意識のが強かったのかなっていうふうに思います。で、これ今日話しちゃうとちょっと長くなるので省略するんですけど、やっぱり、やっぱ時代によって聞くお経と聞かないお経っていうのがあるんですね。で、あまりその古代仏教の中では古代人ほどこう救われやすいけれども、世の末になるほど人が救われにくいということになるので、まあ薬で例えると強い薬しか効かないですね。で、それが時代によって効く薬、括弧経典が違うんですね。ですから古い時代は保守派のお経、清浄経のお経でも私人々は効いた薬も悪戦になっていけばなっていくほど強力な薬でないと効かなくなってくるということで、日蓮聖人がなぜこの法華経というのを信仰したかというのがそこら辺に原因があるんですけども、まあ、そのお釈迦様が晩年に説いた最後のお経で、まあ、最も強力な薬、強力な効果があるお経なんですね。ですから世も末になったら法華経しか救われないということで布教をしていたわけです。はい、はい、次、十字十本、ここからが本文、四大菩薩とガンジス川の砂の数よりも多い自由の菩薩の出現。ブッダは悟りを開いて40年ほどであるのに、その間にどうやってこの数の菩薩を狂気したのかと、まあ、周りの菩薩たちが疑問に思うんですけれども、その疑問を抱かせてはいけないということで、弥勒菩薩ですね、弥勒菩薩がお釈迦様に、私たちがもう見たことがない立派な如来がたくさん突然地面から湧き出てきたんですけれど、この人たちは一体誰ですかというふうに聞くわけですね。で、その疑問に答えてくれたのが如来寿量法になります。